エイダ・ジョーンズは1905年から1920年代にかけて主にポピュラー楽曲の録音を残したメゾソブラの歌手。ジョーンズはイングランドのランカシャー州で生まれたが6歳だった1879年に家族と共にアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアへ移民した。1880年代から子役として舞台に立ち始めていたとされる。 1893年、内市1894年に、ジョーンズは、ノースアメリカンホノグラフ社のために、スウィート、マリエや、ザ・ボランティア・オルガニストなどの吹き込みを行った。しかし、同社の倒産によって、ジョーンズのレコード歌手としての活動は1905年まで中断し、その間には、ニューヨーク市のヒューバーの14丁目博物館などで歌っていた。ジョーンズは、ビリー・マレーや、 レン・スペンサーとのデュエットの録音もいくつか残している。ジョーンズは様々に異なるアクセントや方言で歌っていた。エイダ・ジョーンズは1909年にビクター・系歌劇団のためにザ・ヤマ・ヤマ・マンを録音した。歌詞の2番と3番はオリジナルから書き換えられ、特に2番はひどくボーディーになった。この曲はジョーンズにとって最大のヒット曲となり、当時のチャートで5週にわたって、 主位となった。エイダ・ジョーンズは、工業ツアー中だった1922年5月2日に、ノースカロライナ州で、人不全により48歳で死去した。後には、夫ヒュー・フラハーティと、娘一人が残された。ビリー・マレーとのデュエット作品、ソングライターズ・ホール・オブ・フェイム・ハット・エイビー・サットン、アーラン、エイプリ・ヒストリー・オブ・アダ・ジョーンズ、1889,905。 メインスプリングプレス2012年5月22日閲覧アダ・ジョーンズビクターライト・オペラー・カンパニーザヤマヤママン1909インターネットアーカイブハットザヤマヤママンネトレックスニュースジュライゴ2006ありがとうございます